えー、ニューヨーヨク在住です以前、ヒロインさんが生配信で不動産購入するのはニューヨークと話していましたそれを聞いてやっと購入の決心がつきましたが数年以内に日本に基準を移す可能,可能性があります永住権があるのでアメリカ頻繁に行うんですがこの条件下で資産運用の一環としてニューヨークに不動産購入はどう思われますか、えっと、あの不動産を買う時にあこいつ、バカだなって僕が思う時の条件があの自分が住みたいかどうかで選ぶやつはバカだと思ってるんですよね。 あのその本当に自分が好きで買うっていうのであればそれは趣味の投資なんで好きに例えば東京都北区赤羽っていう大都会があるんですけどじゃあその赤羽のなんかマンションが売りに出てきたからでそれを投資として買いますでもし誰も借りないんだったら俺そこに住むよって言ってるタイプはバカなんですよ。要はあのその資産運用っていうのは自分が住むっていう時点でもう負けてるんですよ。 では、そもそも資産運用って、あのお金を払いました。で、お金を払った結果、勝手にそれが利益を生むっていう構造なんですよね。普段株を買いました。配当が入りましたとか、じゃあそのアマゾンの株を買いました。アマゾンの株価上があって儲かりましたとか、でも不動産の場合って、誰も借りないんだったら自分が住めばいいじゃんっていうふうに考える人っているんですけど、もう自分が住んでる時点で投資として失敗してるんですよ。要は、あの他の人が借りたくないようなものを。 買ってしまったっていう時点でもう負け確定なんですよただその負けが確定しているも変わらず自分が住んでることでなんか損してないんじゃないかと思い込みたいっていう願望が生まれちゃうんですよねでも誰も借りたいところに自分が住んじゃってるっていう時点で投資としてはもう失敗確定なんですよっていうのがあるので投資をするべきものって自分が住まなかったとしても借り手が見つかるものを買うべきなんですよ なのでその今そのニューヨークにおいて自分が日本に帰って自分が住めないっていう話をしてるんですけど自分が住むとこはは買うべきででないです要は他の人が借りたくなるようなものを買うべきで自分例えば買ったとして誰も住まない可能性あるよねでも誰も住なくても自分が住めば別にいいじゃんって考えるのであればそれは買うべきではないですその投資として考えるのであれば必ず誰かが借りたくなるようなものを買うべきで なので、僕、住む場所として言えば、渋谷とか大嫌いなんですよ。要は、田舎者ばっかりが集まってて、下品だし、文化もないので、なんで僕、渋谷に住む気は全くないんですけど、ただ、不動産として買うんだったら、渋谷を買うのはありだと思ってます。いや、渋谷のマークシティの上のマンションとか、僕は絶対住みたくないんですけど、ただ、じゃマークシーの上だったら、借りるバカがいるよね、と。 IT 企業で働いててそのマークシーの近所の中 GMO とかで働いてる人がいてそこで借りてくれる可能性があるからあそういうバカが借りるから買うっていうのはありだよねっていう意味で投資として買うっていうのをやると思いますはいなでそので投資物件っていうのと居住物件っていうのは違うのでなであのでニューヨークだったら別に自分がそのあの住まなくてもちゃんとあの借り手が多い場所ってあるので,なんでそういう視点で探すといいんじゃないかなと思います皆さんチャンネル登録お願いしますここをククククリリックタッッッタタププするるとチャンネル登録できるからクリックタップしてみてみね そして他にもいろんな動画がありますそちらの方もご覧くださいそれではヒゲワイでしたバイバイ